遊戯王アーク V は、テレビ、東京系列で放送されていた、テレビアニメ、2014年4月6日から2017年3月26日まで、放送された。漫画版についても、本校で記述する。遊戯王、アーク5、遊戯王アーク V などと表記されることもある。遊戯王デュエルモンスターズ、遊戯王デュエルモンスターズ GX、遊戯王ゴディーズ。 遊戯王ゼアルに続くテレビ、東京系列で放映された遊戯王のアニメシリーズ第5作目である。今までの作品と同じく遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームと大アップをしている。パラレルワールドを題材にしており、過去の遊戯王アニメ作品の設定や登場人物が違う役割で登場するスターシステムが用いられている。また、中盤以降、 群像劇の色合いが強いのも特徴。これまでの作品のキャラクター原案は原作者である高橋和樹であったが、今作では漫画版遊戯王ゼアルの三好直人が担当している。監督は遊戯王ゴディーズで同色を担当した小野勝美シリーズ構成は遊戯王ゼアルで脚本を担当した上田ダイムキャラクターデザインは同作で、 ゲストキャラクターデザインと作画監督を担当した横田明美。テレビシリーズで初となる創作画監督はこれまでの4作品で作画監督を担当した原健一が起用されている。2015年9月13日の第73話から9月27日の第75話にかけて遊戯王シリーズの通算777話を記念し、 v ジャンプ2015年7月号に使われた表紙のイラストと TV シリーズの映像を流用した歴代主人公の登場する特別版のオープニングを放送した。また、同年の9月10日に発売されたアニメディア10月号においては各作品のキャラクターデザインのお祝い、イラストメッセージと主人公を担当した声優陣のお祝いメッセージが掲載された。 テレビ東京は2014年3月30日に、遊戯王アーク V もうすぐ放送開始スペシャルを放送した。本編に先駆けた情報の公開、声優陣紹介、主題歌発表などで構成された。その他の出演者は、マギー・ジン氏、ハイハイと、放送前の2014年3月17日から放送スタート後の4月21日まで、 モンスターデザインコンテストを開催し、視聴者のデザインしたトランプウィッチが採用され、第26話で EM トランプウィッチとして登場し、ユーやが使用した。このカードは後にザ・シークレット・オブ・エボリューションで収録されている。V ジャンプ2014年7月号では、原作が高橋和樹、作画が三好直人の特別読み切り漫画が掲載された。 同志の2015年10月号では、原案、監修が高橋和樹、ストーリーが吉田真、作画が三好直人、デュエル構成が彦、久保正宏の漫画、遊戯王アーク V として連載が開始された。海岸沿いに位置し、赤馬霊王の開発した質量を持つ立体幻影の普及によって、アクションデュエルが誕生し、デュエル技術のみが進歩している、舞帽子が、 舞台となっている。36話において、ユーたちの世界とはまた別の次元が存在し、それぞれ主戦術としているデュエルの召喚法によって呼ばれていることが判明した。後述のように、作中においてユーたちの世界をスタンダード次元、ソリョウとユーリたちの世界を融合次元、ユートと黒崎たちの世界をエクシーズ次元と呼び、その他に ユーゴたちのシンクロ次元が存在する。かつてアクションデュエルでエンターテインメントデュエリストとして名を馳せた坂木遊ぶ家事。しかし彼は3年前にストロング石島とのデュエル前に失踪。彼の息子、坂木遊ぶ家はそのことに傷つきながらも父を尊敬しエンタメデュエリストを目指している。そんなある日、エキシビションとして ストロング石島とのデュエルの話が持ち上がり、ユーヤはそれを受ける。ストロング石島とのデュエルで検討するも、追い詰められた、ユーヤ。しかし、その時、父から託されたペンデュラムが光り輝き、彼のカードが書き換わった。ユーヤは、ペンデュラム召喚を行い、オッドアイズ、ペンデュラムドラゴンで、ストロング石島に勝利する。幼馴染みのヒイラギユズやゴンメン、坂ボルのサポート。 謎の少年、シュン運院素良や、自分以外で、ペンデュラム召喚を使うレオコーポレーション社長、赤馬レイジとの出会いを経て、ユ優ヤは、ペンデュラム召喚使いとして成長していく。一方で、赤馬レイジはプロフェッサー、赤馬レイを率いる融合次元、アカデミアに対抗するため、プロデュエリストを目指す、者たちの登竜門、マイモーチャンピオンシップを開催し、 参加者の中から世界を守るための槍となる戦士、ランサーズを選抜しようとしていた。大会が進む中、ユウヤはアカデミアによって侵略された、エクシーズ次元のレジスタンスであり、自分と同じ顔を持つユウと、そしてシンクロ次元のデュエリスとユーゴと出会い、四つの次元とその間で起きている、次元戦争のことを知る。その裏で、融合次元ではカウマレオがユーズを捕まえるべく、 ユーヤと同じ顔を持つ四人目の男、ユうりを、ユーヤたちの住む世界、スタンダードへと送り込んでいた。そして、アカデミアにユズと同じ顔をした妹ルリをさらわれた、ユうとの仲間黒崎はやぶさを探しに、同じくユズと同じ顔の少女セレナもスタンダードへ向かう。三回戦バトルロイヤルはセレナに加え、LDS でありながら、アカデミアに通じるデニス・マックフィールドや風魔一族の、日陰と、 月影、敗者復活戦を認められた沢渡慎吾、優吾も入り混じる大混戦となりながらも生き残った優ヤたちジュニアユースのメンバーとセレナは、レイジが創設したランサーズのメンバーに選ばれる。その裏で有利に襲われたユズは優吾と共に以前から不思議な現象を起こしていたブレスレットの力で姿を消してしまう。 ランサーズの結成と別次元の脅威を世界に伝えた、レイジは、ユーヤ、ゴンゲンザカ、黒崎、沢あたり、月影、デニス・セレナ・ジュニア選手権で優勝した弟赤馬、レイラと共に融合次元に対抗すべく、シンクロ次元と同盟を結ぶために次元を超えた。シンクロ次元と同盟を結ぶため、そしてシンクロ次元に飛ばされてしまったユズを救うため、ユーヤとランサーズは、シンクロ次元、 シティへやってくるが到着直後にユーヤたちは警察組織セキュリティに包囲されてしまう。しかしその窮地をシティのデュエリストクロー,ホーガンによって救われる。そしてシティがトップスとコモンズに分かれた超格差社会であり、人々が自由の象徴であるライディングデュエルに熱狂する世界だと知るのだった。アカデミアを離反し、シンクロ次元の支配をもくろむ治安維持局長官。 ジャンミシェル・ロジェの策略によって、ランサーズは、とらわれのみとなってしまうが、シティの意思決定組織行政評議会へレイジが、接触に成功し、次元戦争へ乗り換えを得ていた。評議会は、ランサーズの力を図るため、ユーヤたちを、フレンドシップカップへ出場させ、その前夜祭りでユーヤは、シティ最強のデュエリスト、ジャック・アトラスとデュエルするが、ジャックの圧倒的な力に敗北し、 ジャックは、ユーヤに、お前のデュエルは、一人よがりに過ぎない。エンターテイメントに、ほど遠いと言い放つ。そして、ユーヤは、敗者が、地下のゴミ処理施設で、強制労働をさせられることを知り、監修に、敗者の末路を訴えるが、競争社会で生きる人々にその訴えは届かなかった。自分の信じるデュエルが通じない現実に、ユーヤの心は、晴れずにいたが、 月影からレイラのメッセージを得た、ユーヤは、自身のデュエルが、一人よがりである意味を悟り、次元戦争や、ランサーズへの理解、敗者の末路を変えるには、勝つしかないという答えを得て、シティに、本当の笑顔を取り戻すことを決意する。しかし、デニスがアカデミアであり、ルリのラチへの関与が暴露されたことで、事態は急変する。ロジェは、キングス・ギャンビットを発動して、 行政評議会を制圧。シティの主導権を握り、ユーヤも再開したソリョウを通じて、アカデミアがユズとセレナを捕まえるために動き出していることを知るのだった。フレンドシップカップ3日目の夜、ついにユーリとアカデミアの精鋭部隊、オベリスクフォースが現れた。ユーヤと地下へ送られたランサーズはすぐさま迎撃に向かい、ソリョウもアカデミアと決別し、ランサーズに協力。 ユズやセレナと同じ顔の幼なじみりを連れ去られた、ユーゴもその犯人であるユーリを追う。そして、ロジェもアカデミアより先にユズとセレナを確保すべく、凶悪犯、セルゲイ・ボルコフとセキュリティを迎撃に回す。ランサーズとユーゴ、アカデミア、ロジェによる密度もえの戦いが、シティで繰り広げられる中、クロウの仲間シンジウェーバーもトップスの支配を覆すべく、革命を起こす。 アカデミアとの激戦の中、ユーゴのクリアウィングシンクロドラゴン、ユーリのスターブベノムフュージョンドラゴン、ユーとのダークリベリオンエクシーズドラゴン、そしてユーヤのオッドアイズ、ペンデュラムドラゴンが集まった時、ユーヤたち4人とドラゴンが共鳴を始め、ユーゴとユーリはどこかへと消える。アカデミアロジェとの三つどもえの争いで、セレナはアカデミア、ユズはセルゲイに連れて行かれてしまう。 ユズを確保したロージェは大会の準決勝でセルゲイにジャックを倒させようとするがセルゲイはジャックに敗れコモンズたちに破壊されてしまう二人を守れなかったユーヤはユズを助けに行こうとするがジャックのデュエルとユズの劇によりジャックとデュエルすることを決めるコモンズによる暴動で波乱のまま幕を開けたフレンドシップカップ決勝戦いまだに父 ユう価値のエンタメデュエルに固執する、ユーヤにジャックは怒りを表す。しかしユーヤが、ペンデュラム召喚が、自身のオリジナルのデュエルだと気づき、チューナーを必要としないシンクロ召喚や、ペンデュラム召喚を駆使したコンボ戦術によって、ジャックを破り、死去を笑顔で一つにした。一方、ユズを連れて、アカデミアへ逃げ込もうとした、ロジェもレージに倒され、ユーヤは、 ジャックとクロウの協力でユズを取り戻した。しかし、万作尽きたロージェは、シティとランサーズを道連れにすべく次元転送装置を暴走させて、ワームホールに吸い込まれた。さらにユウやユズ、ゴンゲンサカ、サワワタの5人も、別の次元へ飛ばされてしまう。ロジェが暴走させた次元転送装置により、ユウやゴンゲンサカ、サワワタが飛ばされた先は、 アカデミアの侵略により廃墟と化したエクシーズ次元ハートランドだった。アカデミアによる無抵抗の一般市民のカード化が繰り返される中、ユーヤたちはアカデミアの兵士をカード化するデュエリスト、アマギ・カイトと出会い、レジスタンスの光月アレンと笹山・さやかからカイトの家族がアカデミアにカード化されたことを知る。一方、ユズは運悪く、 アカデミアが存在する融合次元に飛ばされていた。アカデミアの追っ手から追われるところを儀式召喚使い、天井位にアスカに救われたユズはアカデミアから脱走した生徒たちが集まる、デュエルスクール優勝塾で3年前に行方をくらました、坂木遊ぶマサルと再会し、ユーゴとも合流した。ユーカチは3年前に0時から次元戦争のことを聞き、それを阻止すべく、 融合次元へ向かったつもりが、エクシーズ次元へ飛ばされ、さらにハートランドを進行する総司令官、エド・フェニックスによって、融合次元に飛ばされていたのだった。復讐にとらわれるカイト、ランサーズを討伐するためハートランドに派遣された、タイラー姉妹。そしてデュエルは、戦いの道具であるとして、デュエルで笑顔をという考えを否定する、エド・フェニックスらと、ユーヤたちは、デュエルを繰り広げ、 その心を溶かしていく。過ちに気づき、プロフェッサーと決別した、エドの協力を得て、負傷した、黒崎をエドに預けた、ランサーズは、カイトと共に融合次元へ向かい、ユズと合流する。一方、帰還したデニスは、優勝たちを追うがカイトとのデュエルに敗れ、ランサーズへの仲間としての思いと、ルリとリンの居場所を告げて自らカード化して自決する。そして、 ユズもまたアカデミアに洗脳されたセレナによって連れ去られるが、シンクロ次元に取り残されたアレージたちが苦労とともに合流し、プロフェッサーが実行しようとしているアークエリアプロジェクトとリバイバルゼロに、ユーヤとユズ、二人と同じ顔の八人が根幹をなす事実を例、字から聞かされる。ユーヤたちより一足先にアカデミアに乗り込んだユうゴとカイトは、リンとルリを見つけるが、二人は、 セレナと同様アカデミアの研究者ドクトルのパラサイトフュージョナーによってプロフェッサーの忠実な兵士とされていた。アカデミアとの激戦の中、ジャックも合流するが苦労と月影、アスカがカードにされるとともにユズもドクトルによって洗脳されていた。怒りに燃えるユーヤとユウトは覇王国竜オッドアイズリベリオンドラゴンに続く第二の竜。 カオーレッツリューオッドアイズレイジングドラゴンで、ルリとセレナを撃破するが、二人の洗脳を解くことはできず、ドクトルの研究室に閉じ込められてしまう。そして、レイジという価値はレイラと共に、プロフェッサーに対面していた。プロフェッサーアカウマレイオーは驚愕の真実を語る。かつて四つの次元は一つの世界であった。その世界でプロフェッサーは、リアルソリッドビジョンシステムを完成させ、 デュエルを新たなステージ、すなわち、スタンダードのアクションデュエルへと導いたのだった。しかし、その中で一人のデュエリストが相手を傷つけるスタイルに目覚める。最初は動揺した客たちも熱狂し、彼も客の要望に応え、他のデュエリストたちも彼と同じスタイルを取る。そして、彼は、スタンダード、融合、シンクロ、エクシーズの頂点に位置する4体のドラゴンを、 操り世界の頂点に立った。その男の名はズワーク。ズワークは、もっと強く、もっと激しく、もっと興奮するデュエルを求める。人々の悪なき欲求によって暴走。リアルソリッドビジョンで体を得たドラゴンたちは、人間の欲求を満たすために戦わされた報復を始める。さらにズワークは、時空を司るアストログラフマジシャンの力で四体のドラゴンと一つになり、 ハオーリュズワークとして、世界を破滅させようとしていた。悪魔を生み出した責任を果たすべく、プロフェッサーは、ズワークを倒すために、自然界の力を宿す4枚のカードを作り出した。その4枚のカードを彼の娘霊が持ち出し、ズワークに挑む。その時、ズワークは4体のドラゴンに分裂するとともに、世界も4つの次元に分かれた。分裂した世界でプロフェッサーは娘を探し、 霊が四つの次元で、ユズ、セレナ、ルリ、リンとして生まれ変わったことを突き止めた。そして、アカデミアにカード化させた人々たちの生命エネルギーで四つの次元を統合した第五次元アークファイブを作り、霊を復活させようとしていた。それこそが、アークエリアプロジェクトとリバイバルゼロの真実。そして、ズワークも、霊と同じくユウや、ユウと、ユウゴ、ユーリの四人に分かれていた。 次元を統合するとともに、ユズたちを霊に戻そうとするプロフェッサーを阻止するために、ユウヤとレイジはプロフェッサーに戦いを挑む。激戦の中、ユウヤは、ズワークとして覚醒しかけるが、ユウカチはかつてプロフェッサーが作った欠陥カード、衝撃の拘束剣で、デュエルを強制終了するとともに、ユウヤを拘束し、ズワーク復活を阻止するために行動を起こす。しかし、 優ゴは有利に吸収され、優ヤを守ろうとした、優カチも破れ、ユズたちはアークファイブの中に消えてしまう。優ヤは怒りに飲まれかけながらもズワークを抑え、レイジたちの思いを受けて、優リに勝利する。だが、勝利した優ヤは、ズワークとなり、四つの次元も一つに戻ろうとしていた。ランサーズは優ヤを元に戻すべく、ズワークに戦いを挑むが、 ペンデュラムを含むすべての召喚を操るズワークに倒されていく。一方、統合しても、症例が復活しないことを知り、再び世界を4つに分裂させて、作り直そうとするプロフェッサーも破れ、ズワークは恐るべき真実を告げる。ペンデュラム召喚は例に破れ、4つに分かれる間際に、揺れ動いたズワークの復讐心が生み出したもの、つまり、優也ではなく、 ズワークこそが、ペンデュラムの真の創始者であった。レイジ自えも破ったズワークの前に現れたのは、レイの意思統治となったレイラだった。レイラはかつてレイがズワークを封じた四枚の魔法カード、エンフラワーズ、エンブーン、エンウィンズ、エンバーズでズワークの力を封じるとともに、レイとなっても存在し続けたユズの意思が、ユーヤに届いた。そして、ユーヤの協力を得たレイラは、ズワークを撃破し、 再び四つに分かれて復活しようとするズワークを自身に封じ込めることでユーヤを解放した。ユーヤはいつものように優勝塾でデュエルの腕を磨いていた。そこにはいつものメンバーがいたが、なぜか修造が持っているハリセンや誰にもらったかもわからないローラーブレードに違和感があった。一方、レオコーポレーションにいるレイジたちは気づいていた。ズワークが倒されたあの日、 世界が再び四つの次元に分かれたことで、スタンダードがペンデュラム次元に生まれ変わっていたことを。そして、ズワークを封じたレイラが赤ん坊に戻っており、その中にズワークの意識が宿っていることも。さらに、姿を消した、レイの分身のユズたちを救うために、そして、優質愛世界の人々たちの笑顔を取り戻すために、旅立った。エクシーズ次元で、デニス、 融合次元で黒崎とデュエルを行った直後、ユーヤの元にジャック・アトラスが現れる。ジャックはユーヤが四点の竜を使用しなかったことからドラゴンを恐れていると言い,い、ユーヤにデュエルを申し込む。このデュエルを通じて、ユーヤは自分の中にいるユとユーゴ、ユーリ、四匹のドラゴンたちと心を通い合わせ、ジャックに勝利する。その後、プロテストの最終試験と称して、 赤馬霊ジとデュエルを行い、勝利。互いに熾烈を極めたデュエルを通じてレイラは笑顔を取り戻し、同時にレイの分身が統合した状態でユズが復活。ユウヤと再会を喜び合った後で、ユウヤは父、ユウカチに、プロデュエリストとして、デュエルを挑み、物語は幕を閉じる。主人公、ユウヤと、主人公と同じ顔のユウと、ユウゴ、ユウリ。 髪型や色はそれぞれ異なるが、設定上同じ顔のため作中の人物には見分けがつかない。その他にも、召喚法の名を持つドラゴン族モンスターを AS としている。このうち、二人以上が近くにいる場合に、ユズも近くにいると、ユズのブレスレットが輝き一人を除いて離れた場所や、別の次元へ飛ばされてしまう現象が起きる。また、ユズ以外のブレスレットも、 ユーヤたちのズワークの意識が強く出れば、それに反応する。彼らは、かつて一つだった世界のプロデュエリストズワークの分身であり、召喚法に応じた四つの次元のドラゴンを操っていた。世界が四体のドラゴンと共に四つの次元に分裂した後、復活するべく様々な形で四つの次元に現れ、シンクロ次元で四体のドラゴンが揃った時、四人は、 ズワークに戻ろうとしていた。そして、アカデミアでの決戦でユーヤが有利に勝利したことで、復活を成し遂げてしまう。ヒロイン、ユズとヒロインと同じ顔のルリ、セレナ、リン。ユーヤたちと同様に顔が似ている。またユーヤたちと同様に髪型や色はそれぞれ異なるが、設定上同じ顔のため作中の人物には、見分けがつかない。 4人がそれぞれ形状が異なるブレスレットを身につけている。また、ユーヤたちに何かが起こると、ブレスレットが光っており、シンクロ次元では、ユーヤの暴走にユズとセレナのブレスレットが反応していた。融合次元編ではすでにアカデミアに連れ去られていた。ユズ以外の3人は、ドクトルのパラサイトフュージョナーによって操られ、後にユズも同様に操られる。また、ユズも、 アークエリアプロジェクトの中核として4人全員がその対象として予定されているために当初から狙われていた。後にドクトルが霊王によってカード化されたことで彼女たちの洗脳は解かれた。夕也たち4人がズワークの分身であるように彼女たちはプロフェッサーの娘、霊の分身であった。プロフェッサーは彼女たちを一つにして霊を復活させるべく集めようとしていた。 同時に、彼女たちは何らかの形でズワークの分身である、ユーヤたちと接点を持ち、それはレイが、ズワーク復活を阻止するために川に居続けていた。ブレスレットはレイが使った4枚のカードの力の象徴であると共にズワークの分身たちが接近した状態でユズが現れると、復活をさせないために、彼らを別の場所に飛ばしている。優勝塾、LDS ユウヤの家族、 ジュニアユース予選モーチャンピオンシップその他レジスタンス、デュエルアカデミア優勝塾、フレンドシップカップ関係者チアー次局、行政評議会その他、遊戯王アーク V 最強、デュエリストユーヤの登場人物、遊戯王アーク V の登場人物今作では4つのパラレルワールドが存在し、スタンダードを除く3つの次元で構想が起きている。また、 各次元ごとに過去作を彷彿とさせる要素がある。スタンダード以外の3つの次元は、デュエルで、エクストラデッキを使用する召喚方法に応じた発展をしており、融合、シンクロ、エクシーズの3つが存在する。基本的に4つの次元は、互いの存在を認知していないが、融合次元のアカデミアと優勝塾、エクシーズ次元のレジスタンス、シンクロ次元の融合と、行政評議会、 スタンダードのランサーズと LDS と、サカキ遊ぶ価値は、その事実を認識している。スタンダードを除く3つの次元は、故障通りその召喚方法しか存在せず、無論、ペンデュラム召喚は3つの次元のデュエリストも知らない、ものであり、その次元の名称ではない召喚方法は、ペンデュラムを含め未知の召喚方法と認識されている。各次元にはそれぞれ優雅に、そっくりな3人とゆうずに、 そっくりな三人がいて、この八人の間では、不思議な共鳴現象が起きる。四つの次元は、もともと一つの世界で、すべての召喚法とリアルソリッドビジョンはもともと、その世界に存在していたものである。しかし、悪魔のデュエリストであるズワークが、自らが操る、各召喚法のドラゴンと一つとなり、波王竜、ズワークとなって、滅亡の危機にさらされる。 その暴走を赤馬霊王の娘霊が止めた折、世界が覇王竜、ズワークとなった四体のドラゴンが司る召喚法に応じた形に分裂した。それに伴って、ズワークと霊を四つの次元に分裂して転生している。その後の四つの次元で、当時の因縁から、ズワークと霊の分身たちは何かしらの接点を持っている。スタンダード、スタンダード次元。 坂木遊ブヤとヒーラギユーズ、オットアイズドラゴンが転生した融合、シンクロ、エクシーズが存在しない次元。すべての基礎となり、中心の世界のことだと、ユートは、ユーヤに言及した。次元戦争を知ったレイジの方針により、LDS 主導の下で融合、シンクロ、エクシーズが導入されるが、スタンダードの名の通り基礎の召喚法しかできず、 その上の発展的召喚法をまだ習得していない。加えて、デュエルが単なる娯楽であったこともあり、命がけの戦いを経験しているアカデミアやレジスタンスからは、スタンダードの血統者は生ぬるいと見られている。作中では、スタンダードという故障が主であったが、シンクロ次元以降は次元をつけて呼ばれることが多くなる。ズワクが倒され、世界が再び四つに引き裂かれた後は、 ペンデュラム次元に変化している。融合次元有利とセレナ、スターブベノムフュージョンドラゴンが転生した融合召喚を使用する次元。アークエリアプロジェクト実現のためアカデミアが突如エクシーズ次元に進行し、その世界の住人をカード化する。0時の階層ではシンクロ次元にも進行することが示唆され、最終的にはスタンダードも含めた4つの次元を統一する目的の ために、アカデミアが活動をしている。プロフェッサーは、霊の行方を追う中で、セレナを発見し、アカデミアを拠点として、霊を取り戻すべく、アークエリアプロジェクトと、リバイバルゼロ実行を目論む。エクシーズ次元、ユートと黒崎ルリ、ダークリベリオンエクシーズドラゴンが転生した、エクシーズ召喚を使用する次元。都市名が、ハートランドで、遊行王ゼアル。 ゼキシリーを彷彿とさせる。本来、デュエルは、争いのための道具ではなく、スタンダードでの普段のデュエルと、同じく皆が楽しむためのものだった。しかし、ある日アカデミアに侵略され、戦場と化し、多くの住人がカード化される。このため、生き残った者たちは、デュエルを戦うための術として使わざるを得なくなっている。さらに生き延びた人々にとって、 レジスタンスとアカデミアを問わず、デュエリストとデュエルが、憎悪と恐怖の対象にもなっている。シンクロ次元優ゴと、リン、クリアウィングシンクロドラゴンが転生した、シンクロ召喚を使用する次元。都市名が、指揮で、デュエルの際に D ホイールに乗るなど、遊戯をゴディーズを彷彿とさせる。優トとユーゴのお互いの誤解から、エクシーズ次元の人々は、融合の手先と勘違いしていた。 ユーゴがオベリスクフォースを撃退した様子を見たレイジがまだアカデミアの手が伸びていないと判断し、同志を募るためにこの次元へ移動した。スタンダード次元では様々な塾やスクールがあり、そこでデュエルを学び、それぞれのコンセプトに合うデュエルスタイルを確立し、しのぎを削っている。ユーや、ユーとユーゴ、ユーリの4人が持つドラゴン族モンスター。最終的にはべてが ゆうの手に渡る。名前の由来は136話のズワークの召喚工場より、もともとは悪魔のデュエリスト、ズワークのカードであり、スタンダード、融合、シンクロ、エクシーズの4つの召喚法の頂点に位置する存在。人間に復讐をするために、ズワークと共に、ハオウリュズワークとなって世界を滅ぼそうとしたが、例によって封じられた際に召喚法に応じた次元に、 分裂した。オットアイズを含むすべてのドラゴンが、その召喚方法の名を持ち、細部は異なるが顔や牙をはじめに通っている部分が、多い。2体以上のドラゴンが現れると所有者とドラゴンの間で、共鳴現象が起こり、場合によっては所有者がズワークの凶悪性を発揮する、他、他の所有者のデュエルに同調して、自分がデュエルをする感覚を得るとともに、 ユズたちのブレスレットも共鳴している。シンクロ次元以降はこれらの現象が頻繁に起こり、ユウヤは自分たちとドラゴンに何か関係があると疑っていた。シティでのアカデミアとの戦いでついに4体が一堂に会した。その時には4人がこれまでにないほど強く共鳴するとともに、ドラゴンが黒いオーラをまとい、シティ上空に不気味な渦が出現した。 ズワークの分身と同じく一つになろうとする意志があり、分身同士のデュエルでは、勝者が敗者を取り込み、そのカードも勝者の手に渡る。ただし、ユーヤとユートの場合はユーゴが近くにいなかったために敗北したユートをユーヤが取り込んでいる。四点の竜と一つになった、ズワーク自身とその剣族である、覇王剣竜となった、四点の竜。 4点の竜の変異体はオリジナルと同じ攻撃力と守備力を持ち、効果は4点の竜がより強力になったものとなっている。変異体の共通効果は、覇王竜ズワークが存在するときに相手が該当するモンスターを特殊召喚したら、フィールドの覇王剣竜2体をコストに、正規の召喚法扱いで自らを特殊召喚する効果、同時に、 自分以外の同じ召喚法のモンスターを攻撃できない効果とエクストラデッキに戻すことで、覇王権竜二体を特殊召喚してそのモンスターと同じ種類のモンスターの攻撃力を例にするもの。プロフェッサーアカウマレイオンが覇王竜ズワークを打倒するために作り出した4枚の永続魔法。人間の欲望で生み出されたズワークを倒せるのは、 数億年かけて積み重ねられた自然界の営みという理論に基づき自然界のエネルギーをカードに変換したもの。例によって使用され、ズワークを打倒するとともにその力を象徴するブレスレットが例の分身たちに委ねられる。四点の竜と対応なすカードであり、エンフラワーズ以外の三枚は該当するモンスターが墓地に三体以上存在することが 発動条件であり、該当モンスターの効果を無効にして通常、モンスター扱いにする共通効果を持つ。それぞれが自分のいる次元の召喚方法を軸にしている。ただし、幻層のみ融合が月光のみ、ペンデュラムモンスターが含まれている。花鳥風月がモデルとなっており、幻層が花、LL が鳥、WW が風、月光がガツに当てはまっている。 プロフェッサーがズワークを封じるために作った自然界の力を持つ魔法カードから派生したものであり、ブレスレットもそれに沿った形状をしている。赤馬レイジが選んだデュエリストたちが使用するカテゴリ。沢渡りの魔界劇団以外は物語開始当初から彼らが所有していたカテゴリであり、DD 以外はペンデュラムモンスターが存在しなかった。しかし、ランサーズ結成後は、 ペンデュラムモンスターが投入されるようになる。ビリビリ、ボン、花手、切り札、希望の光、ペンデュラムビート、ワンステップ、フューチャーファイター、アークオブスマイル、スピーキング、ビジョン、失踪ペンデュラム、遊戯王アーク V は、V ジャンプ2015年10月号から2019年6月号まで連載された。コミックスは、全7巻。原案、監修、高橋和樹。 スタジオダイス、ストーリー、吉田真、漫画、三好直人、デュエル構成、被告簿正宏。漫画は、遊戯王アーク、V、キャラクターデザイン原案、および漫画版、遊戯王ゼアルを担当した、三好直人。ストーリー構成は、本作の t v シリーズには関わっていない、吉田真が担当する。過去の漫画版とは違い、今回は、ストーリー構成とは、別途に、 デュエル構成担当者が用意されている。v ジャンプ2014年7月号に v ジャンプ創刊21周年記念として本作の特別読み切り漫画が掲載された。コミックスや単行本等には未収録。坂木遊部やと赤馬玲時によるアクションデュエルが全19ページで描かれた。なお、こちらの読み切りは上記の連載版と違い。 ストーリー担当の名前は記載されていない。遊戯王アーク V 最強、デュエリストユー也は、最強ジャンプ2015年5月号から2017年9月号まで連載された漫画。漫画、友長明弘、協力、スタジオダイス、全2巻。漫画は、遊戯王 D チームゼアルを担当した友長明弘。遊戯王 D チームゼアル同様、当身が、 ややでフォルメして描かれている。ありがとうございます。